いろんなキャラクターもいるのでいろんなものを探しながら関わりながらやってもらうことによって基本的にはあのイベントっていうのをこうクリアしていって最後のボスを倒してゲームクリアになるんですけどエン,ンエンディングになるんですけど、まあ、それに向けてやらなくちゃいけないことはメインイベンンベトと呼んでるんででるすねでそ,れその周辺にあるものをサブイベントというふうに呼んでるんですけど。 このメインイベントをこうやることによってゲームはエンディングまではいけるんですね。だからサブイベントというのは別にやらなくてもいいんですけどサブイベントをやることによってこのメインイベントをより助けてくれたりとかプレーをより広げてくれたりとかより新しい面白さとか違った面白さとか新しい面白さを提供できるようにしてたんですね。隠しはそれが見つかった時により 見つかった自分だけが見つけたかもしれないし見つかったという行であったりとか例えばそれがなくても十分進むメインイベントをやっていくだけでも楽しめるようには作っているので、えー、いいんじゃないかなと思っています。でも作り手側としたらやりたくなるようには入れてるんですね。で このゲームトンバというゲームはやっぱり見つけるとか探すとかっていうことがすごく大事でそこに面白さがあってまあイベントっていうのもまあ100100 100は入れようみたいな感じでやりながらまあ最終的には100以上の数を入れてますけどもまあそれをこう頭の中ではもう,こう全部こういうふうにやっていけばと思ってたんですい,いざそれを具体的にしていくとこれはまあまあ大変な。 まあそのイベントとイベントのつながりであるとかいろんな時系列からのタイミングであるとかいろんなものを全部こう制御していくので漠然とイメージしていた時よりもまあ頭爆発しそうになったぐらいの内容ではありましたね。